This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。AWS サミットがバンコクで開催されました。首相はタイ初のシャトーワイン展示会に出席しました。ハラルインダストリーセンターがタイフェックスアヌガアジア2024で発足しました。ジラポン事務次官は男女平等の実現に向け取り組む政府の姿勢を強調しました。それではまず、はじめのニュースです。AW サミットがバンコクで開催されました。バンコクのクインシリキッドナショナルコンベンションセンターで、クラウドコンピューティングを専門とする Amazon Web Service 社が AWS サミット in バンコクを開催し、開会式にセーター首相も出席しました。開会式でセーター首相は作業コストを大幅に削減し、新しいワークフロー市場への投入速度を早め、ユーザーのニーズによりよく対応することができるとして、クラウドテクノロジーの自身の経験について語りました。首相はチームの生産性が上がれば顧客の成果も上がる。政府は昨年末の閣議で、クラウドテクノロジーの技術の発展と利益促進を重要課題の一つとして進めているとしました。セーター首相は、政府の業務システムの近代化を進めており、クラウドファースト政策を加速させる方針で、クラウドへの切り替えを進めることで、政府の ICT システムへの投資負担を軽減するとの考えを示しました。政府の業務システムが改善されれば、政府と国民のコミュニケーションや連携がより円滑になり、結果として民間企業や国民のコストや煩雑さが軽減されることにつながると強調しました。Amazon Web Service 社が2027年までにタイに1900億バーツ以上の投資を計画しており、タイ政府はこれを歓迎しています。昨年、Amazon Web Service 社は116億バーツをタイに投資しました。また、2025年初頭までに当社のサービスをタイで完全に利用できるようにする予定で、セーター首相は、これはタイに安全で安定したクラウドを提供するだけではなく、世界トップクラスのテクノロジー企業がタイ経済とともに成長することを示すものとして歓迎しています。政府はデータセンターの誘致と並行して、半導体製造など、川上のテクノロジー産業への投資誘致など、テクノロジーの中心地となるべく産業の再編を進めています。Amazon Web Service 社は現在、5万人以上のタイ人にトレーニングを実施しており、タイ人のデジタルリテラシーを高めています。セター首相はこのような互いに利益のある協力関係を支持し、
あらゆるセクターからの継続的な投資と支援がタイ人のデジタルリテラシーを向上させ、長期的な経済成長につながるとの確信を語りました。タイはテクノロジーハブの実現を目指しており、デジタルエコシステムの構築に向けた協力がさらに進むことを期待しているとしています。ワトソン社長はタイにアジア太平洋支社を設立する計画を発表しています。2025年から2037年までに1900億バーツの投資を行う予定です。次のニュースです。首相はタイ初のシャトーワイン展示会に出席しました。カペラホテルでフランス・ボルドー市のワイン愛好家や生産者が作った団体ユニオン・デ・グラン・クリュード・ボルドーの招待を受け、セター首相はフランスワイン展示会でスピーチを行いました。首相は、彼らはタイの可能性を高く評価し、タイで初めてボルドーのシャトーワイン展示会を開催することになったと述べました。首相は同協会がタイで初めて開催した展示会に参加できたことを光栄に思うと述べ、タイとフランスの文化的、社会的、経済的関係の発展を象徴する歴史的なイベントだと評価しました。ワインには文化と伝統があります。ワインのテイスティングは単なる試飲ではなく、芸術であり、歴史的な作法であり、職人技が必要です。ボルドーワインはワインの芸術を体現しています。セター首相はイグナイトタイランドの政策に言及し、タイ料理や世界のワインとのユニークな組み合わせなど、タイのソフトパワーの強みを紹介し、芸術と文化遺産を反映したタイ料理をワインと共に体験してほしいと呼びかけました。タイはワインの輸入関税を引き下げました。2024年からワインの輸入関税を 5% から 10% ほど引き下げています。ワインの輸入関税は現在の 54% から 60% の税率が近い将来撤廃される予定で、この撤廃はフランスなど有名なワイン生産国に恩恵をもたらすと歓迎されています。この政策は活気あるワイン市場を促し、一流の世界のワインをタイの消費者がより入手しやすくし、また世界中のワイン愛好家がタイを旅先として宣伝することで、文化交流と観光の面でタイのイメージアップにつながるものです。またタイは娯楽施設、ナイトクラブ、ディスコ、バー、カクテルラウンジに対する物品税を引き下げました。コストを削減し、より多くのイベントを奨励し、地域社会に恩恵をもたらし、活気ある社会を促進するものとなっています。次のニュースです。ハラルインダストリーセンターがタイフェス&がアジア2024で発足しました。ピム・パトラ工業大臣とナリニータイ通商代表は、東南アジア最大級の食の総合見本市、タイフェックス・アヌがアジア2024のタイ・ハラール・インダストリーセンターが開いたブースを共同で開設しました。ハラール・インダストリーセンターの役割は、ハラール製品やハラールサービスの国際貿易促進や市場拡大を通じて、タイのハラール産業を振興・発展させることであり、宣伝、展示会、潜在的な国々との協力に重点を置いています。タイ国立食品研究所の下で運営されるタイハラールインダストリーセンターは、国際貿易促進部門と生産、企画、開発部門に分かれています。ハラール産業のためのインテリジェントな情報システムを確立し、国際貿易を促し、タイのハラール産業の基準を強化できるよう努めています。セター首相がタイ国家ハラル産業委員会の議長を務めています。ナリニー代表によりますと、タイのハラル産業は世界的に重要な立場にあり、イスラム教徒の人口増加とイスラム教徒が多い国の経済拡大により、世界のハラル食品市場は2029年までに倍増すると予測されています。現在タイには6400を超える認定ハラルビジネスがあり、2023年のハラル食品輸出額は約2220億バーツとなっています。しかし、タイのハラル産業は競争力を高める必要があると指摘されています。当局によりますと、タイハラルインダストリーセンターは、初年度は組織と運営に重点を置き、
ハラル食品、繊維、ウェルネス分野の国際市場統合を推進します。ビジネスと輸出を増やし、タイを ASEAN におけるハラルのハブとして押し上げていきたいとしています。見本市でのブースの落成式では、有名シェフによる様々なタイのハラル料理の実演が行われ、国際基準を満たしたハラル牛肉加工工場、ナラティワート県のフィッシュせんべい、タートランのツバメの巣など、成功を収めたタイのハラル製品が紹介されました。次のニュースです。ジラポン事務次官は男女平等の実現に向け、取り組む政府の姿勢を強調しました。国連開発計画在タイカナダ大使館、刷新スクールオブマネジメント、そしてワークプレイスプライドと共同で開発されたビジネスインクルージョンツールキットの発表会で、ジラポン首相府事務次官が特別講演を行いました。ジラポン事務次官は、現在世界は LGBTIQ プラスの権利という点で進歩しているものの、タイ社会におけるジェンダーの不平等と差別は、個人、家族、コミュニティ、社会の各レベルで、依然として根強く残っていると指摘しました。タイ政府、特にセター首相は、人権侵害の解決と男女平等の推進に尽力しており、それは下院議会で賛成多数で、同性婚を認める法案の通過からも見て取れるとしています。LGBTIQ プラスグループのビジネス参加を促進することは、単なる社会正義の問題ではない。それは賢明な経済的アイデアであると主張しました。世界経済フォーラムと国際労働機関の調査によりますと、ダイバーシティと個々の特性を十分に活かすインクルージョンを実践している企業は、財務目標を達成する可能性が 120% 高くなっています。事務次官はこのプロセスが、タイ社会を新しい社会で多様性を尊重し、平等な権利を持ち、より包括的な福祉国家へと成長すると信じている。私たちが力を合わせれば、自由と平等なる社会という夢を現実に変えることができると語りました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.